2016年に自民党 の, あの公約にすでに非選挙権年齢の引き下げを検討するというものが入ってたと思うんです ね, そうですね。いつかなくなってしまって公約にもならなくなってしまったとっっ、ね、いう、はい、あの経緯はどういう経緯だったんでしょうか。あのコロナの問題とか他の重要な問題が出てきたんで、限られたページの中で結局その部分だけ外れたんですけど、うん、忘れてるわけでも全然ないんです、うん、まだもちろんいろいろ検討してますし、それ入れられる余白もないです優先度が下がったということで、うん、問題としては残ってるんですよ、うん、ですから政治家というのはものすごく国民の皆さん の世論にはかなり敏感ですから、はい、これ問題がぐっと関心が出てくれば、うん、国民は言われなくたって動きます。そうですね。